そうそう、こちらです何かありますか、アイザさん。やっぱ私はメンベですね。メンベメンベ美味しいですからね。その前にアルティッチョというのはいわゆるほろ酔いっていう、うん、何語なんですか、これは。これイタリア語で、その、ね、よく代田橋に、東京に住んでた頃によく通ってた、はい、うん、バーで、バー、今バーアルティッチョ、うん、バーアルティッチョ、バーほろ酔い、そういうバーが 今でもあるんですか。今ちょっともう閉店しちゃったんですけど、うんうん、でもすごくこの仲良くて、その店長の方とも仲良くて、そこでやっぱメンベが大事、うん、メンバーちょっと福岡出しとこうかなと思って福岡魂をやっぱでも福岡の人はもうメンベはもうソウルフードと言いますか。メンベは美味しい、どうなんだろう。いや美味しいですよ、うんうん、美味しいし、頻繁に食べることないじゃん、うちら東京にいると、うん、そうですね。お土産でもらったりとか、まあ、博多行ったとか福岡行った時に、うん、ちょっと楽屋に置いてあって食べると、うめえなっていう。美味しいですよ。いろんな種類出てて、マヨネーズとか、マヨネーズあるんですか、ね、ネギ味とか、なんか意味わかんないね、ネギ味麺兵衛って。もう何でしょう、麺兵衛の麺なんだよっていう。ネギ味の麺兵衛、明太子、ネギ、ネギ、へー、それを麺兵衛行きながら何飲むんですか、小山田さんは。いや、まあ、麺兵衛行くときやっぱ焼酎とかですかね。メンベイには焼酎がある。多分、まあ、ビールでもいいか。あ、ビールでもいい。普段はもうやっぱビールですか。ビール、うん、ビール、あー、よく飲まれて。ビール好きですね、飲んだらタバコ吸いたくなりますよ。そうなんですよ。どうなんすか。でもね、1ヶ月ですね、勝負は。勝負、勝負、勝負1ヶ月なんですね。1ヶ月、1ヶ月は詳しく教えてください。だからもう本当に1ヶ月はもう気合で乗り切るしかないと僕は思いますね。体がやっぱ依存しちゃってるから。そうですね。で、1ヶ月過ぎればちょっと楽になる。うん、1ヶ月過ぎたらあとはもう、こう精神的な依存というか、そのなんかこう映画とかで美味しそうに吸ってるなんかかっこいい俳優が出てきた時にゾワッとくるのをたまに抑える、うん、体はもう大丈夫だけど、うん、っていう感じです ね。あとはこう隣で進めてくる、葉巻を進めてくるおっさんとか、そんなジャイアントババみたいなメディアいるんすか。ヘイデストロイヤーと葉巻を据えようと、ね、半年成功してた時はもうそれでしたね。隣にアメリカ人のおっちゃんが葉巻をガン来て、いや今やめてるからちょっとダメなんだって言っても、10分後も酔っ払ってるから、10分後にまた行きますかみたいな来るから、まあこれぐらいかって言ったのが、まあ、はい、あ、今はとりあえず続いてると。今どれぐらい続いてるんですか。5ヶ月です。お、すごい、5ヶ月、すごい。じゃあもうやめましたね。やめたんですよね。やめましたね。もう一個、あとやっぱりすごく意外だったのはビーズです。ビーズね、もう小学2年の時に、でテレビ越しにビーズの演奏を聞きまして、もう衝撃を。だってこの時はちょっとデジタルロックというか、そう、はい、TM ネットワークのそのね、ちょっとバックとかもやっててっていうイメージじゃないですか、はいはいはい、レディナビゲーションとか、うん、アーマートコミュニケーションそこら辺は、うんうん、じゃあもうやべえかっけえ、うん、やっぱそれまでこう家で流れてたのがそのフォークソングだったりして、あ、そのイメージありますね。やっぱすごくそれ、まあ、大好きで、うん、自分のルーツって言ったらそういうフォークソングっていう、うん、でもやっぱそういうものをなんか全部ぶち壊していくような、このなんていうんですかね、あの感じっていうか、こうロックでもキラキラした、うん、イケイケどんどんなね、うん、感じの。だってそれまでフォークを大好きで、しかも今もうなんかフォークの雰囲気はやっぱあるじゃないですか、小山さんってフォークジャンプにも行ってますし、うんうん、でフォークでシンガーを目指そうとは思わなかったんですか。あ、そうですね、やっぱりシンガー稲葉さんみたいな、もう、はー、ね、でもアンディ・モーリさんの方にはなんかちょっとそういうこう、うん、エッジーなサウンドというか、うん、なんかそういうこうビーズと言われればなるほどなと思えるところはすごくあるような気がします。あ、うん、じゃあ、あれみたいなソロとそういうバンドとかとこう分けながら、うん、そうですね。でもやっぱりそこ、まあビーズもそうだし、その90年代のいろんなバンド、スピッツ、ミスチル、エレファント、カシマシとか、あ、そうだ、なるほどね、そう、イエローモンキーとか、あー、いろんな素敵なバンドがいっぱいいて、まあ目キラキラして言いますね、本当にね、うん、いや、この少年性がまたたまらないですよね、小山田さんの。そこですね、やっぱバンドサウンドにどんどん惹かれていったっていうのも、うん、その後ですよ、ビーズ聴きながらもどっから出てくるの、頭頂部頭頂部ってここから出るんですか、なんか、なんかね、イメージ。あともうちょっと、あとなんかこう、もうちょっとで、これ
分かってるんだけどなんか形にできないなみたいな時になんか この辺をうんうんってなんか頑張ってるイメージがあるんですよね。こうやってんだ。そう、あ、もう少しみたいな感じでなんか頭頂部あたりのような、まああんまりこうどこから降ってくるっていうことも聞かれないので、うんうんうん、まあそうですよね。降ってくる前提ですからね。そうですね。確かにね。この感覚はあるんですね。うん、やっぱこう脳天というかって感じがしますよね。脳をフル回転させてる。でもなんか感覚はちょっと分かるような、うん、フリートークの時って僕はイメージここで喋ってる雰囲気、ネタ作ると曲作る場合にはなんかここら辺でここら辺で作ってる雰囲気みたいな感じで、舞台出る時ってなんかここら辺でやってる感じみたいな感覚があるんですよ。なんか腕とか筋肉とか力とか骨とか重心っていうイメージ。その時やっぱりあれですか、ギター弾いてますか。ギター弾いてたり弾いてないことも多い。まあ、鼻歌系、鼻歩きながらとか、うん、なんかこううろうろしながら。あ、うん、悩む時はうろうろしますか。結構うろうろしたりそわそわしたりとかします、ね。そわそわする。そわそわする。あーわー、そすごいわかります。そわそわするんですね、はい、こうやるんですよ。出てくるんですよ。すごいですね。僕全然理解できない。でもなんかそういうスランプ気味の時どうします？スランプ、寝る、走る、運動する、ご飯食べる、友達としゃべる、いろんなパターンあると思います。なんかその人のことを思った分愛情が伝わるみたいなところがあるような気がしていて、その曲のことをずっと考えていたらなんかここにポンって出てくるような気がします。はい、なんかそのことをすごくきちんと誠実に考えていたらいつの間にかちゃんとこう答えが出てくるような。そっか、近くに置いたままちょっと生活してみる。そうです、そうです。うん、はい、私は楽曲を提供いただくことが多いので、はい、先に楽曲があるんですね、うんうん、はい、なのでその楽曲を大事に持ったまんま、うん、この楽曲のことをこう生活しながらもこの楽曲だったらこういう服が似合うかなとか、うん、こういう色の絵の具塗りたいなとかっていうのをこう日々生活してる中でこうすごくこう色付けしていく。で家に持って帰ってこう1週間ぐらい経ってこう抱っこしてたらなんか出てきたみたいな、目が生えてきたみたいな。その辺から出てくるんですね、リサさんの場合は。リサさんは左目上ぐらいから出てくる。そうです、この辺から出てくるんですね。この辺から出てきます。しかもなんか紐状態になってる。千本口みたいな感じですね。なんかすーって。小説とかをやってみて、僕ここすごい興味が、言い方にすごい興味があったんです。小説とか脚本をやってみたいですかって言ったら、読みはありますっていう。これつまり、あ、いや高校時代に演劇部だったんですよ。え、それで脚本をその時に 1,2 本書いたことは、あれ高校からバンドマンじゃないですか。バンドも音楽は歌ったりはしてたんですけど、バンドはちゃんと組めてなくて、脚本を、でもそれ以降は、うん、そうですね、書いてないし、すごいやっぱ難しいと思います。お話多くないですか、脚本やっていませんか、小説やっていますか、特にあの世界観で、うん、しかも、ドラマティックなんですよ、歌い方が、うんうんうん、だからやっぱりドラマがすぐ思い浮かぶ人が多いと思うので、うんうん、なんか話多いと思うんですけど、今のところはまだ、うん、縁がないって感じ、うん、そうですね、やっぱ歌、歌になっちゃう、うん、歌が好き、ね、歌ってたい、声がすごく素敵だから、まあね、だったら歌ってほしいってなる気がする。その物語ができたらこれ歌で聴きたいってなる気がしますね。一番いい主演俳優があの声かもしれませんもんね。確かにね、まだ見てみたい気持ちはありますけどね。そうね、だからこの4人が物語のなんかちょっと脚本ルーミックで、ああこの4人が出演で、はい、一回ちょっと持ち帰ってなんかちょっとあのキャスティング考えていい？キャスティング、はい、そう僕います、それ。その時点で今いや聞いちゃったわけか。まず俺もいないと思う。ストーリーに出てくれない人物。出てこないよ。他なんかたちありますか？4、ソロを始めたきっかけ、いろんな形で音楽されて、うん、いろいろ並行されてやられてますけど、うんうんうん、ソロ始めたきっかけが弾き語り。だってそれ実はバンドでもできるじゃないですか。うんうん、か確かに、ええ、で最初はやっぱり家で一人で弾き語りっていうのは最初はむしろこっちが先だったよ、ね、あ、なるほど。でもやっぱりバンドをやりたいっていう気持ちで、まあ、東京に出てきてバンドが実際に組めて、そこでバンドでわーってやっていくうちに、なんかある時にちょっと弾き語りで出てみないかっていうことで歌ってみた時に、そのバンドにない手応えというか、やっぱ歌、
歌だったりこう自分のこう詩だったりをこうしっかり自分の力でコントロールして出せるっていうところで、なんか弾き語りっていうのはまた違った良さがあるなっていうふうに思ったのがまあきっかけなのかなと。あのバンドサウンドも含めて音がたくさんあるとカラーの映像のような感じがしまして、うん、弾き語りって モノクロのような感じっていうか、はい、白黒テレビで見る感じところが見えてないところの方が想像力働かして余白があって、うん、より中まで入っていけるっていう イメージを僕持ってて、ね、確かに小山さんの曲のモノクロから入ってくるすごいストーリー性っていうものは弾き語りの方が分かりやすく入ってくるというか、もちろんサウンドのねかっこよさとかそういうのもまた別でカラーで見たいっていうのはありますけど、なんかきっとそれを感じたんですかね、こう弾きながら歌詞にすごいみんなのめり込んでくれる。そうですね、自分もやっぱり入っていくし、あ、歌ってる方も、やっぱバンドはパッション、まあ歌ももちろん大事なんだけど、もっとこうパッションだったりグルーブっていうか、そういうものをやっぱり大事にするから、違う形があります。弾き語りして、なるほど、はあ、リサさんとしてリサッチとしてギター1本だけのライブとかまだないですよね。ギター1本でライブをするっていうことはないんですけど、あのピアノの方が一緒にいてくださってアコースティックライブをするとか、あのリリースイベントとかでフリーイベントでこうギターの方だけ一緒に行ってもらってっていうのはありますけど、でもその時にやっぱりその歌の新しい表現の方法を見つける感じがします。私はやっぱその感じなんですかね、バンドとソロで弾き語りとは、なんかそのサウンドで私はすごくライブの時にめちゃくちゃ動くんですけど、なんか音楽を表現することもすごく好きで、それとはまた違ったちゃんと歌に集中してこう届けるみたいなことを大事にできるのはやっぱアコースティックの方が強いような気がしますね。あ、なるほどね。また今アコースティックブームといいますか、若者の間でもきっと音の飽和に飽きちゃって、例えば TikTok とかああいうとこ踏まえるとすごいギター1本とかピアノ1本、まあファーストテイクもそうですけど、ああいう風なものがこう見直されつつあると日本の中では。そうなってくるとまたさらにこの小山さんというものをいや見つけるってもうずっと言いますけど、なんかきっと初めて見た人とかはきっと衝撃を受けると思うんですよ。特にやっぱ歌詞もすごく印象的なので、こう言葉と一緒に見えるのはすごく嬉しいですよね。ああそうですね、ね、ありがとうございます。そんな中ですよ、何が一番気持ちいいのって、もう昼寝かわいいですね。寝ますか。いや、まあ昼寝、そうですね、寝る人ですか寝ない人ですか。いやもう眠いと思った最近はもう寝てしまう。もう全然あのいるじゃないですか、5時間ぐらいでも平気とか3時間で、もう昼寝いられないっていう、睡眠はとっても大事ですか。頑張って寝ないようにしようとしてた時期もあるんですけど、もう最近は諦めて1回10分でも例えば寝れたらいいし、眠くなっちゃうんですね。眠くなります。やっぱご飯食べましたというあとぐらいですか、やっぱ一番。そうね、ご飯食べて、あとやっぱちょっとこうなんていうんですか、気分が落ち込んでる時とかも眠くなるような気がするんですよね。珍しいですね、気分落ち込んでる時余計寝れなかったりしますけど。でも脳の機能ありますからね、それ。そう、もうシャットアウトしたいとか、もう逃げたいというか、この世界からこう、逃げようっていう。あの説教されてる時とか、そうそうそう、怒られた時に眠なるほどなるほど、三遊亭トムって後輩がいまして、そいつ俺らがすげえ注意すると目の前でグーグー寝るんですよ。でも実はそれって何だろうと思って調べたことがあって、そういうあるんですよね。すごい気持ち分かりますね。やっぱ分かりますか。分かる。失敗した。寝ちゃおうって。知らん知らん知らん。寝ろ寝ろ寝ろみたいな。いやー、可愛いっすよ。すごい魅力的ですね。で、ムンダも寝ようね。そうだね。いや、私が気になるのはインドです。インドね。やっぱインドは人生を変えると言いますか。いつぐらい行きましたか。僕最初に行ったの19歳の時。なんでインド行こうと思ったんですか。それはね、あの